ブラックスバーグのダウンタウンブラックスバーグはアメリカ合衆国バージニア州の南西部モントゴメリー郡にある町。アパラチア山脈の一部をなすブルーリッジ山脈のニューリバーバレーに位置する。人口は39,573人。そのうち約6割に当たる23,895人が大学生であると推計されている。ブラックスバーグは バージニア工科大学の所在地として知られる。同校は1990年代以降、フットボールでの目覚ましい活躍によって知名度が上がっている。また、この街はインターネット利用の先進地としても知られている。ブラックスバーグの街そのものの歴史は古く、1798年に遡ることができる。その年、ウィリアム・ブラックによって38エーカーの土地に、 都市計画がなされ、この地に16ブロックの小さな町ができた。町はブラックにちなんでブラックスバーグと名付けられた。このブラックスバーグの町域は1748年に形成されたドレーパーズメドウ入植地より若干北東に位置していた。この入植地は1755年に悪名高いドレーパーズメドウの大虐殺が起こった地である。 1772年、ウィリアム・プレストン大佐はこのドレーパーズ・メドウの跡地にスミスフィールド・プランテーションを開園した。このプランテーションは現在バージニア工科大学のキャンパス内にある池、ダック・ポンドの近くにあった。1872年にはバージニア工科大学が開学した。1970年代、バージニア工科大学が 超域に合併されたことによって1970年に9000人であった人口は1980年には3万人へと3倍に増えた。これによってブラックスバーグは独立市以外では州内最大の人口を抱える町となった。バージニア工科大学ブラックスバーグは北緯37度13分48秒整形80度25分4秒。 北緯37.2300度成形80.41778度37.2300-80.41778のアパラチア山中に位置し、標高は634メートルである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、ブラックスバーグは総面積50.2平方キロメートルである。このうち50.1平方キロメートルが陸地で、 総面積の0.10%に当たる0.1平方キロメートルが水域である。ブラックスバーグで最も高い建物はバージニア工科大学の寮の一つで12階建てのスラッシャータワーである。バージニア工科大学のキャンパスはブラックスバーグの中心部に位置している。その西側には南北にフリーウェイが伸びており南隣のクリスチャンズバーグで 週刊高速道路81号線に合流する。また、バージニア工科大学は専用の空港を持っている。ブラックスバーグの人口同性はバージニア工科大学の影響を大きく受けている。人口の6割近くが18から24歳の年齢層であり、ルームメイトと一緒に暮らしているなど、非家族世帯に分類される世帯が全世帯の六割以上を占める。また、 無収入の学生が貧困線以下として数えられるため、ブラックスバーグの貧困率は4割を超える高い数値になっているが、スラムとは異なり、実際に貧困層が多いわけではない。このような傾向は、コーネル大学の大学長であるニューヨーク州伊坂市などでも見られる。さらに、高科大学という特性上男子学生が多く、そのため町の人口に占める男性の割合が高い。 以下は2000年の国勢調査における人口統計データである基礎データ人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。